ワニカタチウアメはワニを含む爬虫類種類クルロタル種類のウ目。メ。中世代の後期三畳期に出現し、陸星、半水星、海星と多くの生態的地位に適応した属種を排出した。原生ではワニのみ生き残っている。ワニカタチウアメは三畳期に出現した。その起源は明確にされていないが、 プロテロスクスのような主流系類から派生したと考えられている。当時のワニカタチウアメは、現在のワニから想像されるような大型の動物ではなく、小型で後足が長く、原生の猫や犬のようにかかとを浮かせて歩行する、死行性の動物であった。前肢は子に比べて短いことから、基本的に二足歩行で行動し、前肢は獲物の捕獲や、 補助的な歩行に用いられていたと推測されている。初期のワニカタチウアメの例として、後期三上期のテレストリスクスやグラキリスクスが挙げられる。二足歩行のワニカタチウアメは三上期のみに限られるわけではなく、2019年には大韓民国継承南道鎮述市から二足歩行のワニカタチウアメのものと思われる白亜紀の足跡化石が発見されている。 ワニカタチウアメは前期ジュラキから短期間のうちに多様化して数多くの生態的地位を埋めており陸上、河川、湖沼、川口、海洋へ進出した。例えば陸上では中期ジュラキのマダガスカルにラザナンドロンゴベが生息していた。本属は全長約7メートル、体重は最大で約1トンと推定されており当時の恐竜を差し置いて 頂天捕食者の地位にいたと考えられている。前期ジュラキの初頭には、原生のワニを含むより、小さな系統群である神ワニ類が登場した。当時の神ワニ類は、原生のワニと比べて大きくはなく、全長1から3メートル程度のものが主であった。神ワニ類の代表例として挙げられる属に、後期ジュラキのゴニオフォリスがいる。ゴニオフォリスは、全長2、3メートルで、 原生のワニと酷似した腹ばいの姿勢をとっていた。つまり、より基盤的なワニ形上目のように内陸を直立歩行するのではなく、水辺に潜む捕食動物としての反水性の生態に適応していた。後期ジュラキのメトリオリンクスに代表されるメトリオリンクス科は改正適応を果たしており、死死はヒレ状に特殊化を遂げた。ただし当時の頂点捕食者は彼らではなく、 主張流のリオプレウロドンであったと推測される。新学類は白亜紀に大型化を遂げた。その代表例は前期白亜紀のサルコスクスである。サルコスクスは全長約12メートルに達する大型の捕食動物で、魚類だけでなく、翼竜や中型の恐竜も獲物にしていたと考えられている。後期白亜紀にはイ和二類が出現し、そのうち、 原生ワニメのクロコダイル化とアリゲーター化が分布を拡大した。これらの属種には北極へ進出するものもいた。ガビアル化の出現は前者に化と比べて遅く、新生代の古代三期シシニオの前期に出現した。なお、半水性の新ワニ類のみが白亜紀末の大量絶滅を生き延びたわけではない。新ワニ類の姉妹群であるノトスクス類に属する。 セベコスクスアモクと呼ばれる、陸性の系統は、新第三期中心余までの化石記録が確認されている。人を含む、哺乳類の歯では、エナメル質に覆われていない、四根部の増下質が、セメント質に覆われ、顎の骨に開いたソケットに収納されている。タチ形上ミをはじめとする、主流類もまたセメント質の創生を獲得している。 歯は哺乳類と対照的に生涯を通じて何度でも生え変わる多少派生を持つ。原毛、体毛の発達した木登りとかゲ下や哺乳類で生え変わりの回数が少なく、羽毛の生えた鳥類ではそもそも歯が失われていることから体毛と歯の生え変わりには負の相関があることが示唆されている。これについて基礎太郎はある遺伝子産物が 体の前後軸方向に勾配をなし、頭部側で高ければ、ワニ形上目をはじめとする、多少派生、後ろ側で高ければ、鳥類をはじめとする体毛の発現につながると、可能性を指摘している。左から、鳥類、恐竜、ワニの甲子獅子の構造としては、哺乳類を含む、獣弓目と同様に足が、体の下へ位置する、直立に近い姿勢をとる。すなわち、 トカゲのように足を横へ突き出して地面に、這いつくばるような姿勢を取らない。これは、腸骨の肝骨スが外側を向く、基盤的な主流形類と異なり、ワニ形上目では肝骨臼が、大体骨頭側へ拡大して、下側を向いているためである。この直立歩行の獲得は肝骨臼が貫通して、直立を可能とした恐竜の直立様式とは、由来をこととする。なお、 原生のワニでは大腿骨が下向きになっておらず、直立姿勢は失われている。原生のワニでは肺歩き、反直立の高肺、ギャロップといった歩行様式が見られる。遠因側根骨は融合しており、獣弓目ゴリゴのプスア目との修練を示す。側根骨の腸腿外状の関節には隆気があり、足の筋肉の力を補助している。また、 ラビィスクス類やオルニトスクスカと同様に、第五、中足骨が退化し、失われている。加えて、ワニカタチウアメでは、第五子も失われている。難組織の化石記録を遡ることはできないが、ワニと鳥類に二心房二心室の心臓が確認されていることから、ワニカタチウアメも二心房二心室の心臓を持っていたと推測される。 またユーロコメやカメは二神房一神出の心臓を持つため二神房二神出という形態形質は創生の獲得後に進化したと考えられる。ベントンによると主流類はプロテロスクスかエリスロスクスかユーパルケリアが枝分かれした後恐竜及び翼竜の共通祖先とワニ形上目の祖先に二分された。そしてこの時点でのワニを含む系統群を 偽ワニ類と呼称する。偽という表記がなされているが、実際のワニ目もこの偽ワニ類に分類される。偽ワニ類には、ワニ形上目の他に、ラウィスクス類、アエトサウルス目、食竜類、オルニトスクスカなどが分類される。以下は、ネスビットに基づいて、ワニ形上目の系統学的位置を示したクラドグラム。以下は、ネスビットと、 ブロンザティに基づいて、ワニカタチウワメ内の系統関係を示すクラドグラム。原生のワニを考える場合、ニセワニ類、ワニカタチウワメ、シンワニ類、セイワニ類の順に分類階級を下っていく。代表的な化石種では、デイノスクスは、セイワニ類、ゴニオフォリスやサルコスクスは、シンワニ類のレベルで分類が一致する。ありがとうございます。